HTV 技術実証機は2009年9月11日に打ち上げられた宇宙ステーション補給機の初号機、同月17日国際宇宙ステーションに結合し、物資を ISS に輸送した後、10月30日に結合を解除し、11月2日に大気検査突入を果たした。HTV の相性決定後は、コウノトリ初号機やコウノトリ1号機とも呼ばれる。 HTV-1 ミッションでは、HIIB ロケットの初打ち上げ、及び HTV-1 による ISS への補給物資の輸送を実施する。またこれとともに、以下の技術検証を行う。補給キャリア余圧部の内部補給キャリア非余圧部、HTV の最大補給量は、約6トンだが、HTV 初号機では、ISS ドッキングの前に運用検証を行うため、 通常より多くの推進剤とバッテリーを HTV-1 に搭載した。そのため HTV-1 の補給量は余圧粒3.6トン、非圧粒0.9トンの計4.5トンであった。補給キャリア非圧部には希望船外実験プラットフォームに取り付けられる日本の超電動サブミルハリム放射サウンダ NASA の沿岸海域用ハイパースペクトル画像装置及び大気圏。 電離券リモート探知システム実験装置が搭載された。補給キャリア余圧部には、HTV 補給ラックが7台、希望保管ラックが1台搭載された。これらの内容ものは、食料、科学実験用物資、希望ロボットアームのコアーム、衣服、洗面用化粧品、手紙、写真、蛍光灯、く入れバケツといったクルーへの補給品、その他である。HTV のドック置 HTV-1 ミッションでは、以下の3つのサクセスクライテリアが設定された。ミニマムサクセスフルサクセスエクストラサクセス4月22日、HTV-1 の本体、非夜圧キャリア、夜圧キャリア、バクロパレットを種ヶ島島間港にて陸揚げし、種ヶ島車場に搬入された。それぞれ以下のようなスケジュールを経て6月23日から26日に全期結合された。 その後推進系、電気系の点検、推進薬の重点を経て、8月18日の納入税審査で組み立て及び車上搬入後試験、結果が審査され、21日に HTV-1 が製造企業より受領された。そして、HTV ペイロード分離部の結合、フェアリング装着、大型ロケット組み立て棟への移動、ロケットへの結合が行われた。 そして9月3日から4日にかけて、打ち上げ直前に積み込む、必要のある実験資料など、最後のペイロードを補給キャリア用圧部へ搭載する、作業が行われ、打ち上げに向けた準備が整った。HIIB ロケットの試験、編集、HTV-1 の打ち上げには、HIIB の初号機が使用された。打ち上げの前に、2度の実機型タンクステージ。 燃焼試験が行われた。初回の試験では2009年3月27日に10秒の燃焼を行う予定だったが、事前に行われた極低温点検で冷却水供給異常事象が確認され、試験は延期された。後に移動発射台に冷却水を供給する供給元弁が閉じていたことが原因と判明し、試験日は4月1日に再設定された。しかし、 4月1日に某消化系設日配管の次手部から漏水が発見され、試験はまたしても延期となった。翌日の4月2日の14時に第1回 CFT が実施され、良好に終了した。続いて2回目の試験では4月20日に150秒間の燃焼を行うことが予定された。天候の悪化が予想されたため22日に延期され。 22日13時に第2回 CFT が実施された。7月11日には HIIB ロケットの地上総合試験が行われた。HTV-1 の打ち上げ ISS に接近する HTV-1 アームの作業を行うニコールストッド h t v 1のスラスタ2009年7月8日に HTV-1 の打ち上げを九月十一日に実施し、 打ち上げ予備期間を9月12日から9月30日にすることが発表された。当初から計画していた2009年9月11日21分46秒に HTV-1 を搭載した H-IIB ロケットが打ち上げられた。打ち上げから15分10秒後に HTV-1 が分離された。遠地点高度 299.9km。 近地点高度 199.8km、軌道傾斜角51.69度で、HTV-1 の軌道投入に成功した。打ち上げは、種子島宇宙センターの吉野部第二射点から行われ、この打ち上げが第二射点の初使用となった。運用スケジュールは飛行日に基づいて行われた。打ち上げのあった日が、飛行1日目である。 飛行1日目での軌道投入後は、HTV のサブシステムが自動起動し、姿勢制御、機体の異常点検、HTV 運用管制室との通信接続が行われ、ランデブ用軌道制御が始まった。飛行3日目に衝突回避運用といった HTV の運用検証が行われた。これらは成功し、飛行6日目には、 ISS ミッション管理会議において、HTV-1 の ISS への最終接近運用が承認された。飛行7日目の9月16日午前9時4分、飛行8日目の9月17日午後6時26分、及び同日午後9時28分に高度調整マヌーバを実施し、ISS 候補 5km の接近開始点に到着し、ISS に対して、 相対停止した。飛行8日目の9月18日午前0時31分に接近開始点を出発して ISS への接近を再開。GPS 相対広報で ISS の下方約500メートルの R バー、開始点に移動し、同日午前1時38分に到着した。到着後は、 ランデブセンサーから照射したレーザー光を希望船内実験室の下側に設置された反射器に反射させて位置を確認しながら1秒速10メートル程度の速度で下方から ISS に接近し、同日午前1時48分、ISS 下方300メートルのホーレドポイントで自動停止し、緊急時の衝突回避運用のため、 HTV-1 の両方向の姿勢を180度変更した。このモードで9番スラスタのインジェクタ温度が上限近くまで上昇するという事象が発生したため遠隔操作にて主系と上調系を交互に切り替えを行いながら飛行を継続した。スラスタの作動回数はほぼ予定通りで温度上昇が想定外だったという。同日午前2時55分ホールドポイントを出発し、 午前3時44分 ISS、下方30メートルのパーキングポイントで自動停止した。午前4時5分パーキングポイントを出発し、午前4時27分 ISS 下方10メートルのバーシングポイントに到着し、ISS に対して相対停止が確認され、スラスタのエンジンが停止された。この最終アプローチ中、緊急時には ISS クルーが搭乗引用。 コマンドパネルで接近の一時停止や交代、接近中止といったコマンドによる HTV の制御が可能だったが、これらコマンドはデモンストレーション以外には使用されなかった。午前4時51分、ニコールストットが操作するカナダアーム2による HTV-1 の端が完了し、午前4時51分に完全に固定された。HTV-1 の相対静止は良好で、 フリードリフト直前の相対速度は秒速 2mm 以内に抑えられ、ストットはフリーフライヤーのキャプチャとは思えないほど、HTV は完全に停止して見えたとコメントした。午前6時41分、HTV 技術実証機の ISS への結合作業が開始され、午前7時26分にハーモニーモジュールの共通結合機構に取り付けられた。このロボットアームを使用した。 宇宙船の結合は、世界初の試みだった。なお、アームを操作したストットは、初号機成功のお祝いとして、筑波宇宙センターの完成室に、寿司の出前をプレゼントした。サプライズの演出だったようで、完成室の緊張は一気にほぐれたという。HTV-1 のドッキング作業、を、マヌーバー中の HTV-1 カナダアーム2に、 はじされる前の HTV-1 カナダアーム2に、はじされた HTV-1 ハーモニーへのドッキング前、ISS にドッキングした HTV-1HTV-1 に入る、第20次長期滞在のクルーたち搭載品を運ぶ、ニコールストット。10月4日、撮影は黒パレットの受け渡し飛行9日目となった9月18日午前9時36分。 ハーモニー側のハッチが開けられ、第20次長期滞在の ISS クルーは、ハーモニー側から結合部の偽装を実施し、午前10時49分に作業を終え ISS への結合が完了した。9月19日午前3時23分に補給キャリア余圧部のハッチが開けられ、モジュール間通風換気により、循環ファンユニットで、ハーモニーとの空気循環が行われた。 そして午前3時25分、ISS クルーが、HTV-1 の余圧部内に入室した。ISS クルーは入室と同時に、余圧部内の空気の検査を行い、緊急手順書の配備、消火器、過半式酸素マスクの取り付けが行われた。飛行13日目から、補給キャリア余圧部内の搭載品の移送作業が、本格的に開始された。 飛行14日目の9月23日午後6時6分、バクロパレットがカナダアーム2によって補給キャリア費用圧部から取り出され、午後8時13分、バクロパレットがカナダアーム2から希望ロボットアームに受け渡され、午後10時33分希望ロボットアームによって、船外実験プラットフォームへのバクロパレット仮置き作業が完了した。なお、JEMRMS を使った、 ロボットアーム間の受け渡しは今回が初めての運用だった。飛行15日目の9月24日午後6時21分にレップがバクロパレットからロボットアームで取り出され午後8時15分に船外実験プラットフォーム装置交換機構6番に取り付けられた。続いて9月24日午後11時23分にスマイルズがロボットアームで外され 9月25日午前1時12分に F3 番に取り付けられた。飛行16日目の9月25日午後6時7分、使用済みとなったバクロパレットを船外実験プラットフォームから取り外し、バクロパレットは希望ロボットアームからカナダアームにへと受け渡され、午後10時20分に HTV の補給キャリア費用厚粒へ収納された。 10月20日に補給キャリア余圧部内に搭載された物資の搬出作業がすべて完了し、以後 ISS の使用済み物資などの不要品を HTV に積み込んでいった。HTV-1 の到着時には第20次長期滞在のメンバーが滞在していた。HTV-1 の離脱時には第21次長期滞在のメンバーが滞在していた。また、 HTV-1 がドッキングしている間に ISS には宇宙飛行関係者であるギーラ・リベルテが訪れた。HTV-1 が取り付けられている間に日本人が ISS に滞在することはなかった。HTV-1 分離のための作業を行うフランク・ディビューナー・カナダ・アームにによって ISS から取り外された HTV-1 第21次長期滞在の ISS クルーは HTV の分離に先立ち、補給キャリア余圧部内の蛍光灯及び HTV が運んできた煙探知機を取り外す作業を行った。蛍光灯は ISS 共通品であるので他のモジュールの予備品として、煙探知機は今後打ち上げられる HTV で再利用するためそれぞれ ISS 内で保存される。 HTV-1 弱部への ISS の不要品収容作業は10月29日までに完了し、728kg の廃棄物資と 896kg のソララック、計 1624kg が搬入された。10月30日午前2時32分に補給キャリア弱部のハッチが閉じられた。その後結合部の配線、ケーブルが取り外され、 モジュール間通風換気を停止した。ISS からの HTV-1、取り外し時刻は10月30日午後10時30分頃、カナダアーム2からの放出は10月31日午前1時5分頃を当初予定していたが、HTV-1 が ISS から離れた直後にアボートが発生した場合、スペースデブリが HTV-1 に接近、衝突する。 可能性があることが判明したため、作業を ISS の一周回分を遅らせることになった。ISS への衝突の可能性はなかったので、ISS 自体の軌道変更はなかった。10月31日午前0時2分、HTV-1 はカナダアーム2によって ISS から取り外され、アームによって放出ポイントまで運ばれ、 太平洋上空を通過中の10月31日午前2時32分、HTV-1 が放出された。同日午前2時38分、ISS 近傍から離脱するため噴射を開始した。11月1日午前9時に3つの CPU のすべてがエラーとなる不具合が発生し、そのままでは軌道離脱マヌーバァ照が出る事態となったが、すべての CPU をリセットし、 さらに変数領域のデータを再度設定し直すことで、同日20時45分に復旧した。その後軌道離脱マヌーバーを11月1日23時55分、11月2日午前1時25分、11月2日午前5時53分の計3回行った。3回目のマヌーバー後の軌道は約 33556km で、11月2日午前6時26分ごろ。 ニュージーランド上空において高度 120km に達し、大気圏に再突入を果たしてミッション終了となった。機体のほとんどは大気との空力加熱で燃焼したが、燃え残った一部が6時38分から6時58分にニュージーランド東方の南太平洋上に落下したと推定された。ミッション終了後、2010年9月15日付で、 宇宙開発委員会から自後評価の指示があり、JAXA 側の準備も整ったので、宇宙開発委員会の推進部会において、宇宙ステーション補給機技術実証機プロジェクトの自後評価が行われた。成果については、アウトプット、アウトカム、インパクトの3つに分類して評価された。アウトプット、編集アウトプットは、具体的にどのような結果が得られたか、プロジェクトの目標が、 どの程度まで達成されたのかという直接的成果である。予定してた飛行計画がすべて成功し、ミッションサクセスクライテリアに規定されたミニマムサクセス、フルサクセスを達成した。またとしてエクストラサクセスも達成したと評価された。この他にも日本国家の要求条件や JAXA の有人宇宙環境利用ミッション本部事業計画書、 における要求をすべて達成したと評価された。アウトカム、編集アウトカムはアウトプットからもたらされた効果、効用である。今回の HTV-1 ミッションの成功により、日本の ISS への補給義務を履行でき、さらに、スペースシャトルの退役後は、曝露機材及び大型予圧機材を輸送できるのは、HTV のみとなり、HTV は宇宙ステーションの維持に、 不可欠な補給手段となったといえ、日本の国際的プレゼンスの向上につながった。また、HTV は人工衛星、ロケット、宇宙ステーションの技術を統合した日本初の有人施設対応の輸送機であり、日本の宇宙開発技術の維持、発展、及び人材育成に貢献した。インパクト、編集ドラゴンの CG イメージインパクトは、意図していた範囲を超えた経済的、 科学技術的、社会的影響としての間接的成果である。HTV-1 によって、世界初のキャプチャ方式によるドッキングが実証され、このキャプチャバーシング方式を、米国商業民間輸送機が採用した。さらに当時開発中であったシグナスが、HTV と同等の金傍通信機器を、三菱電機から購入するなど、日本技術の優位性を世界に示し、 宇宙産業活性化へ繋がった。またマスメディアでも HTV-1 ミッションは盛んに報道され、テレビでは計3時間25分54秒分の報道があった。さらにテレビ CM にて三菱電機は HTV 開発への参加を宣伝し、パナソニック電工は余圧キャリア用の LED 照明装置の開発実績を宣伝した。その他の下請け企業も宣伝。 広告に HTV-1 を利用した。経済波及効果は HTV の波及倍率を2.53とした分析に従うと概算で約1568億円である。設計や製造に起因する大きな不具合もなく確実な運用を進めることができたと評価された。しかし機器が使用不能になる故障こそ発生しなかったものの、 複数の問題が運用中に発生した。1997年に開発着手した当時は、希望組み立て完了から約3ヶ月後となる2001年度の HTV 技術実証キラー上げを計画していた。しかし、ロシアサービスモジュールの遅れやコロンビア号、空中分解事故の影響などによる宇宙ステーション組み立て全体の遅延に伴い、希望組み立て完了が2009年となったことから、 最終的に HTV 技術実証機は2009年末打ち上げとして計画された。この約8年に延長された開発期間を活用して追加安全要求の反映やクラ輸送の追加といった要求変更等に対応し安全、信頼性の向上及び HTV の位置づけの向上などを図ることができた。開発着手した1997年における 総開発経費は打ち上げ費用除外で280億円だったが、当時の計画では上場系は一部のみで、太陽電池なし、近傍通信装置は ISS の GPS 情報を流用する、といった現在と異なる内容だった。しかし1997年4月のプログレス M-34 によるミール衝突事故を反映して、NASA からの追加要求が発生し、 さらには ISS に接近する無人機の開発経験が NASA にもなかったため HTV の開発進捗に合わせて安全要求が追加された。このため2002年デルタ基本設計審査会ベースラインでは394億円と見積もりが増加し、その後も NASA 安全要求対応設計の取り込み、海外調達品の価格高騰、追加検証試験などで 結局2006年度のプロジェクト資金の見直しでは677億円と設定された。これ以降もマイナーな設計変更や打ち上げ延期が。また、ATV 初号機の開発費が11.3億ユーロで、あることから、HTV 開発費は計画当初の予算から約2.4倍増大しては、いるものの、これは妥当な結果だとみなされた。なお比較として、ATV は、 当初の予算から3.24倍の増加を見せている。また輸送コスト単価でも HTV は他の輸送機に比べ優位性があると評価された。1トンあたりの輸送コストは ATV が約58億円、スペースシャトルが約76億円であるのに対し、HTV は約47億円であった。なおプログレス補給船はコスト非公表となっている。ありがとうございます。